姫路市の大市地区では特産品のタケノコの収穫がピークを迎え、農家が出荷作業に追われています。大市地区のタケノコは江戸時代末期から生産が始まったとされ、粘土質の土壌で空気に触れることなく育つため白いタケノコが収穫されます。土壌に含まれた豊富な鉄分がタケノコのアクを取り除くため、歯触りと甘みが強く味の大市と呼ばれ人気です。立派な大市のタケノコですね。普通タケノコを言ったらアクがあるんですけども、大市のは1日ぐらい経ってもアクがね、回らないというのか、そういう特徴がありますね。最盛期には460トンものタケノコが収穫されましたが、現在は4つの竹やぶで255戸の農家が100トンほどを出荷しています。最近どこともタケノコの特産にてこう PR されてますけども、やっぱりうちのタケノコの売りはやっぱり味、美味しさということで、味については農家の方皆さん自信を持って掘って出荷されてますね。大市のタケノコは今月末頃まで収穫され、京阪神を中心に出荷されます。